とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り、来てます。久しぶりにアイテムが300個超えましたね。うん、使っていかないといけません。タワーをね、やってると、あまりアイテムは増えないんだけども、ちょっとね、デイリークエストとかやってしまうと、一気に増えるんだよね。これ大変。はい。まあまあ、今回いい感じで、チェストの数15個なんで、結構出てくれるんじゃないでしょうか。で、一応マルチで、やってます。うん。朝のね、8時頃から、昼前、そして、夜のね、8時とか、そこら辺が大体、やってる時間なので、うん。まあ、土日とかだったら昼間とかもやってることもあるんですけども、うん。まあ、見かけたら入ってきてください。ただ、タワーとか撮影してるときは、これプライベートゲームをオンにしてるので、入れないと思います。まあ、その時はよろしくお願いします。では、古代人何体出てくるかな？ここが出ましたね。いいかい？行きましょうか。どうだろう。まあ、ここはそんなね、いいのは期待できないんだけど。さあ、何が出てくる。一応、幸運はもう最近この人を必ず入れるようにしてます。誕生と終焉とトゥルバドゥール。うん、二人とも。まあ、ユニークは当たったんだけども、これかーっていう感じだね。次行こう。またここか。どうしてもね、やっぱね、同じ場所が出やすいんだよね。同じ場所がどうしても出るんだ。これはもう仕方ない。さあ、やめてくれ。ちょっとやめてくれ。やめてくれ。エコーとかが思いっきり効いてた。なんだ？二人とも今回は外れ。でもね、狙ってるところはここじゃないんだ。深海エリアのみでいいよ、出てくるのは。ここか。まあまあ場所は悪いにしても一応ね、古代人はよく出てきてくれるので、いいか。うん。まあ次の機会とかをね、期待してればいいな。しょぼい。何が出た？ああ、一緒か。まあショート棒はまあワンチャンあるけどね。でもまあいらないけどね。うん。でもまだ持ってない人に、うん、いいやつだったらあげていいからね。まあまあ、そこそこでしょう。次、ここ。まあ。OK でしょう。いけるかな？ここは別に変更もないんで、大丈夫。なんでか？タイタン、おお、当たりだね。これは普通の剣でした。あれ、マルチ、あと一人ね、なんか、入ったりするんだけど、すぐ落ちてるな。調子悪いのかな？それでは、一周目、おしまいですね。結構出てきてくれたね。この感じで、三周終わりたいところですけども、ピンクスコーンドレルどうだ？ダメだね。この前使ったけど、やっぱスコーンドレル、そこそこ強いわ。そこそこ強力な弓だね。これは使っていける。おスパお、あーうーん、いやー、よくないね。確かにクールダウンはついてるけども、他がいまいちだな。うん、ポーションマリアも欲しいところですね。いらない。お、クールダウン。今までさ、防具にクールダウンなかなか使わなかったけど、今回やたらつく。ちょっとチャンスが来てんじゃない？チャンスが回ってきてるかもしれないよ、これ。次。マウラーズいらない。フロスト。いりません。あー、ダメだな。出ませんね。でもなんか期待できるぞ。2周目いきまーす。ここか。ここか。あ、で、4人プレイになりまし
た。どうする。まあまあとりあえず幸運はつけて、ドラとこれだな。で星夜ぐらいをつけとけばいいっすかね。これでいきます。俺 OK よ。ああまあまあスポンジスライカーつけてくれてるならやりやすいかな。いくよ、いきます。よっしゃ、きつっ。あ無理だあよかった、一人生き残った、よかった。で呪いの斧か、まあまあだね。ありがとう。でみんなはバトルローブ、輝くローブ、うん、輝く当たりだね。白洲さんか、おめでとうございます。俺もまあぼちぼちだったね。次はここか。OK です。星夜出てきてくれれば嬉しい。あ違う、星なき夜じゃないな。あいや星なき夜だった一瞬で終わったな。なんか出たテレパー、みんな外れか。うん、あでももう、うん、チェストもいい感じなので、まだまだこれ出るぞ。あと2回ぐらい出そうな気がする。いい感じに出るね、本当にいい感じに出る。 OK です。永続かだね、余裕でしょ。何が出るっけ。ここやっぱ火力はね、やっぱ落ちるね、きますな。なんだった。あーお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 ー、骨の棒が当たってる。俺はボーンクラブだね。うん、今回のタワーですごいお世話になってる装備ですね。2周目おしまい。まあまあまあそこそこやったね。そこそこでした。ダメダメダメ。はい次。お店はね最近はあんまりよろしくないんだね。あーダメだな、ユニークの出が悪い。これ日によってね全然違うんだよな。日によってすごい出る時もあれば全く出ない時がある。今日はなんか全く出ない日なのかもしれません。次 OK、 ここを待っていましたよ。 OK いくよ、頼む。イカボーグ、イカボーグ頼む。何、あー違うユニークの中でも一番ダメなやつ。崩壊印はちょっともういらないよ。かなりいいやつ持ってるからね崩壊印。あーまあ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 いいや。とりあえずここが一回出てきてくれたってことで、また次もねここが出てきてくれる可能性がある。頑張ろう。ここか、どうしよう。もう任せよう、任せよう。うん、ちょっと皆さんにお任せして。あ、いけるもんだね。あ、いけるもんだな。あ、やばいやばいやばい。やべ、よし。OK、任せたらいけた。よし、あれ？あ、そうか、いるね、ちゃんと。3人いた。なんか出た？黒狼？輝くローバー、俺だけか、ハズレは。あ、いや。もう一人両刃斧が出てる。まあまあこんなもんですかね。それでは3周目おしまいです。まあまあそこそこ古代人は出てきてくれたかな。うん、まあいいやつが出たかどうかは微妙なところですけども、うん、ダメだね。次バーストゲールはね、もともとロールがついてるんで使いやすくはあるんだけどね。ただクールダウンショットはあんまりつかない。英雄はダメだね。クールダウンもポーションバリアもついてません。次ダメ、次あー微妙やね、微妙やね。はい、では今日出たやつ見てみましょう。かなり出たと思うよ。あ、そうでもないか。うん、9個か。はい、じゃあまずノーマルのやつは売ります。ショート棒はついてないね、売ります。クレイモは両刃斧の
ボーンクラブと。高火炎は、あー、マルチショットがついてないとちょっと嫌だな。うん、クリティカルと浮遊射撃は入ってるけども、まあ、いりませんね。呪いの斧は、はい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 。あ、悪くない。強いね。虚無でも追い打ちでもいいし、で、その次がクリティカルに衝撃波。うん。で、黄金スキルも申し分なし。あ、これは強いね。でも、ただ、263のやつがあるんで、使えるかどうか微妙なところだね。まあ、一応取っときましょう。で、誕生終焉は、お、黄金はクリティカル。いいね。で、重力でしょ。で、旋風。まあ、輝き、追い打ち。ガードストライク。選べるね。いらないけど、まあまあ、一応取っときましょう。で、途中で、ツインボーがお店で売ってました。アーティファクトチャージと、クールダウンショットがつくので、まあまあ、いいんじゃないですか。で、激怒もついてる。なかなか使いやすいやつだとは思います。まあ、俺は使わないけどね。うん。まあ、欲しい人がいたら、差し上げます。ということで、3周回って結構良かったんじゃないですか？うん、クールダウン意味が、まあ、黄金じゃないけど出たんでね。それは当たりだったと思います。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。